r n o 5.1新機能の大きな特徴であります ToonShader の説明に入ります。ではまず練習用のシーンを読み込んでみましょう。こちらは Web のチュートリアルにも置いてありますシンプルなロボットのシーンですが、シーン内には最初からライトとシンプルなシェーダーがアサインされていますので確認してみましょう。 ハイパーシェーダーを開くと、デフォルトのシェーダーとライトがあります。で、実際レンダリングをしてみますと、このようにロボットが表示されますが、少し暗いので、ガンマを少し上げて様子を見ましょう。で、このままではデフォルトのシェーダーですので、 ーンのような質感は表現されておりませんなので、シェーダーをまず見て、こちらのタイプから変えることもできますので AI、AI トゥーンを選びます。で、名前もわかりやすく変えておきましょう。ベースのカラーが黒になって、こちらは背景用ですね。 テクチャーがサインされてますが一応こちらも排除して分かりやすいようにちょっと色を変えてみましょう。で、レンダリングし直すと色が変わりました。確認できましたので同じようにロボットのボディの本体の方もトゥーンに変えて色を変えてみましょう。同様にタイプから AI トゥーンを選び名前も変えておきます。 で、ボディカラーを少し分かりやすいような色で変えて、見てますと、このように設定が変わりました。それぞれ背景とロボットのシェーダーを変更をしましたが、このままではシェーダーそのものが変わっただけで、トゥンの特徴であります輪郭線が表示されておりません。もちろんそれはトゥンシェーダー内に設定があるのですが、このエッジというパラメータですね。 各種パラメータの一番最上部になります。ここの中のエッジにチェックが入っていれば、輪郭線が出るのですが、ここに注意書きがあるように、Require to c o n t o ルタ Filter と書いています。この設定はどこにあるかと言いますと、レンダー設定の中で、Arnold のタブを開いていただいて、フィルターですね。こちら通常デフォルトではガウシアになっています。この中の設定を下から2番目の c o n t o に変えますと、このように、 トゥーンらしい輪郭がレンンダリングされますついでに不要なサンプル値は下げておきましょうこれでトゥーンらしい絵が少しずつ出来上がってきていますトゥーンの特徴であるエッジもさまざまなパラメーターがありもちろんベースのほかスペキュラー こちらのカラーも変更できますので、再調整することによって、よりトゥーの絵に近づくこともできます。かかっています。他にも、細かなパラメータの調整で、詳細な表現を書いたり、ノーマルのタイプや、フィルターの中でも、 この輪郭線の幅をそのものを変更できます。今かなり太く見えてますね。ここはまあちょっとこれでは大きすぎますかもしれませんが。他にもエッジの認識として ID ベースでその差を出したりとかピクセルの差分から計算することもできますが、今例えばチェックを外したときに。 この膝の輪郭線がだいぶ表示が変わったと思います。フィルターの方の幅もちょっとより現実的な数値に戻してみると当初よりもだいぶ同じトゥーンの輪郭線の質感でも変化が見られると思います。このように様々なパラメーターの変化によってトゥーンシェードの表現が可能となっております。